かすかな足音が夜の闇に響いては消えていく。川越城に孤立した北条綱重を救うべく、北条家第三代当主北条氏康は自ら手勢を率いて駆けつけた。城を包囲する敵兵はおよそ10倍。氏康は一縷の望みにかけて夜襲を決意した。聞け皆の者、戦なる者は多勢が必ず勝つでもなければ家勢が必ず負けるわけでもない。しかもこたびの敵上杉は数が多いだけの弱兵。これまでもわし一人で10人は倒すことができたわ。されば一騎当選の強者たちよ、我ら北条の後輩この一戦にあり。そなたらは心を一つに力を合わせ、ただ我の向かうところを見よ。始まったな、待ちくたびれたぜ。城門開け、この時期8万の旗についてこい。さすれば必ずや勝つ。行くぞ、勝ち戦だ、勝った勝った。圧倒的な兵力差に油断していた川越城包囲軍は、城外と城内二手からの奇襲を受けて大混乱に陥る。扇ヶ谷津上杉家当主上杉友貞は乱戦の中で討ち死に、関東管領上杉紀政、小学坊足利晴氏も敗走する。北条家はこの奇跡の勝利により関東の支配者としての地位を確立した。後世の人々はこの戦いを川越の宵戦と呼び、氏康と綱重の決断と勇気を今も称えている。